はい、ということで今回は皆様にとっても素晴らしい、本当に驚く、とってもすごいものね、見ていただきます。場所は福井県勝山市北郷町岩屋にございます岩屋稲荷神社さんでございます。皆様に驚いていただくのはこの、神社さんというよりね、その境内にあるとってもとっても素晴らしいものでございます。なので必ずね、最後までご覧になってください。ということで今見ていただいたところね、左横、太長太子というお名前、それこそ今から1300年前のとっても偉い、僧侶お坊様のお名前ですね。すでに公開しております、これは岐阜県の関市にありますね、無下八幡宮さんの動画の中でもね、出てきたとっても偉いお坊さん、白山をね、開山したお坊さんでもございます。なので白山姫神社さん、くくり姫とイザナミの御事をお祭りしている神社さんですね。こちらも関係があるという大変偉いお坊さんが、お名前がね、先ほどございました。今回皆様ね、来ていただくのは岩屋稲荷神社さんというふうになっております。で、今奥に見えている建物がね、私も初めてだったので、こちらがね、稲荷神社さんかなと思ったら実は違いました。これね、後で山を少しだけ登っていきますんでね、そこまで必ずご覧になってくださいね。はい、ということで今回皆様にね、感動していただくのは、言っちゃったら面白くないんでね、後まで楽しみにしていただければと思います。私もね、人並み以上に、神社回っておりまして、その前にね、手を清めていただければと思います。どうぞ手をお清めください。はい、ということでね、今回皆様に来ていただいているのも、言うまでもなくね、神仏金光の場でございます。場所はね、先ほど申しました福井県の勝山市でございます。もうね、石川県に近いところですね。なので福井市から行く場合でも、勝山市から行く場合でもね、距離的には変わらないかなと、岐阜県の高山市からもそんなに変わらないかなというぐらいでございます。なので、福井県の皆さん、岐阜県、特に北部の皆さん、岐阜市からでも行ける、全然行けますね。あと、石川県とか、富山県とか、滋賀県とか、ちょっと頑張って京都からでも、ぜひぜひ行ってください。はい。これが、おそらくですね、ちょっとね、よくわからないんですが、これね、拝殿のようなものかなと。実はここは岩屋観音堂と言います。はい。で、後ろがね、観音堂なので、観音様であればね、仏教なんですけど、だけどこういう形に拝殿や御本殿みたいな形になってます。で、後で扉開けますが、そこを見てもなんかね、あれ神社なのっていう感じの場所でございます。はい。ということで、今回私の動画初めてご覧になっている皆様ありがとうございます。そしていつもご覧になっている皆様ありがとうございます。私の動画では下の動画概要欄、説明欄に、この、岩屋、観音堂と、岩屋、稲荷神社さんと、そしてこれから私にとってメインの見ていただくものが、載ってるね、 Google マップの地図の URL 貼っております。あとおすすめ動画、関連動画もね、5つ6って貼っておりますんで、1つか2つか3つご覧になってください。ということでこちらでございます。私今まで数々の巨木ご神木見てきましたが、いやータイプは違いますがね、正直一番驚き、一番感動しました。すごい。これ、岩屋の大杉と言います。岩屋の大杉でございます。これね、一本ですよ。一本の杉です。これね、映像で見るより実際に行ってみた方が迫力を感じると思います。これはすごい。はい、これはすごい。で、こちらね、お名前がないんでわからないんですが、お社かなという感じでございます。はい。はい、今ね、一番左は違うと思いますが、その間にある4本、5本、これ全部岩屋の大杉、1本の杉からのものでございます。これはね、私が行っていて、上にある稲荷神社さん参拝に行って帰ってきた時も含めて、
ちょっと割と年配のご夫婦が2組ぐらいかな、私以外にも来られましたけどね、ちょっと上の方で私の音がしたからか動物と勘違いしてね、ちょっと逃げるように帰ってました、で私が人間だと思ったらね、なんかちょっと歩くスピードがえらいゆっくりになったっていうね、時々動物にも間違われるのが私でございます、いやこれはね、ほんとすごい、本当にぜひ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 皆さん、こちら、勝山市のね文化財になってますが、天然記念物って書いてありますね。あのね、植物というのは国の天然記念物ありますよね、確かね。いや、これはね、僕はね、国の天然記念物だと思うんですよね。これは本当に感動しました。私、本当いっぱい見てますよ。巨木好きなので、ご神木ね。これはすごい。これはすごいですよ。本当すごい。でちなみにね、あの上に、後で稲荷神社さんあるんで上がりますが、そこにもね、大変立派なまた巨木ございます。ご神木ございますんでね。いや、でもこれは本当すごいです。で、隣にね、先ほど申しました、これがおそらく Google マップ見たりとかする限り、いわゆる観音堂だと思うんですが、右の方にね、はい、見てください。二礼二拍手と書いてあるので、あれ？これも神社なのか。ちょっとね、わからないです。目の前にもね、これがどう見ても拝殿の扱いなので、ちょっとそこはよくわからないんですが、もしかしたら神仏建興の時に、お寺がね、数多く壊されたので、神社形式にして、守ったのかもしれませんし、その辺はね、ちょっと不明でございます。私自身はこちらでも、後の稲荷神社さんでも参拝はね、させていただいているんですが、特に今回ね、参拝時間、静止しての参拝時間ないので、稲荷神社さんはカウントダウンはね、右上に載せるんですが、もしよろしければ、止めてね、また、参拝していただければというふうに思います。どうですか？すごくないですか？本当にすごいです。本当にすごいです。で、こちらにもね、見ていただければと思うんですが、先ほど申しました、太長大師のね、お名前がね、一番右書いてありますね。本当にね、これね、横幅で、4、5メートルはね、あるんですよ。本当、とてつもないものなので。で、もう私としてはもう本当にね、国として大切に守っていただきたいご神木なんですが、ああいう形でね、触ろうと思ったら触れます。私はね、常に触りません。私は触りません。できればね、この動画見ていただいた皆さんも、行かれても触ってほしくはないのというふうに思います。後世にまで必ずね、残していきたいというふうに私は思っております。で、左側ね、稲荷神社と書いてございます。この上にもね、ご神木ございまして、稲荷神社さんも、先ほど言いましたように、私は参拝したんですが、静止してのね、映像を撮り忘れておりました。興奮しすぎておりましたのでね。で、本当はね、これ以外にもね、ここは見どころがございます。巨石もね、実はございます。で、私実はこれね、連続してね、2日、行っておりまして、もう一本撮影してるんですが、こちらの映像の方が先に私の SD カードの中で見つかったので、こちらを皆様にね、見ていただいているということでございます。言うまでもなく、ご神木ございますね。稲荷神社さんなので、ご祭神は宇賀の御霊でございます。宇賀の御霊とか、豊受けの狼とかね、受けとか宇賀は食物を表すと言われております。なので、江戸時代の人々もね、自分たちの日常生活を良くするため、しっかりと食べていけるためにね、全国どこの大きな神社の摂社さん、末社さんも稲荷神社があるということでございます。一応カウントダウン、つけておりますんでね、静止はしておりませんがカウントダウンをつけております。いつもの、参拝時の音楽も流しておりますので、その時は私も静かにしております。ということで、とっても立派なご神木でございます。皆様ぜひご参拝いただければというふうに思います。
はい、ご参拝いただけましたでしょうか。先ほども申しましたけどね、太政大祀関連で言いますと、岐阜県関市にある無下八幡宮さん、これは本当に私強く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 お勧めするので、ぜひ見てください。忘れることないと思いますが、下にね URL 貼っておきますんでね、ぜひ見てください。ということで、また、もっと早く言いたかったんですが言い忘れております。私は毎日18時30分に動画を更新しております。全国ね、本当にいろいろな神社さん参拝して回っておりますので、毎日毎日新しく、全国のどっかのね、神社さん、紹介しておりますので、ぜひ毎日もしくは、週末でもね、お休みの時とか時間のある時にぜひ全ての動画をご覧になっていただければと思います。そして、もっともっとね、私たち日本人として日本のね神々とか日本の伝統とか文化とか共に一緒にね、勉強して学んでいければと思います。ということで、今回は、とってもとっても大、すごい岩屋の大杉と稲荷神社さんでございました。また明日の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。